さあ、それでは続きをやっていこうと思います。まあ、ここからはね、組み立てになってきますので、横断禁止でございます。さあ、やっていくかな。こうしてミラーをつけて、ミラーじゃないや、クリアパーツをつけていく。こいつをとりあえず仮ではめてみますかね。どんな感じかな、具合はどうかな、みたいな感じで OK かな。結構パツンって入りそうだな。パツンって入るんだったらもうパツンって入れたままにしておきたいんだけど、パツンって入りそうで、一応これでここのサイドは収まってるので OK か。で、うん、なんか OK そうだな。たまにこういうね、肩が乗っかってパチンってはまるっていうね、タイプもあったりとかするんで。だけど今やった感じ、これで OK だな。よし、OK。だけどこれさ、天井のね、ところのガラスはいかがなものかしらと思うのですが、今こうやって見てみると何も指示が一番最後にあったぐらいだった。はめてみますか。はめてみないと本当にこっちから入るのみたいなところがねあるので。ああ、全然大丈夫、余裕でした。 OK です。じゃあこれをつけちゃいます。で、いつものごとく姫様にまずはお願いしておいて、ここですね、ここにまずピチッと、まあ適当に、まあ真ん中の辺に少しね多めに塗っておくぐらいの。ごめんなさい、あー、くしゃみが。よし、でね、嫌なと変なところにつかないように、入らない。よし、入れた。で、これをピチッと、で、しっかりはめ込んで、ピタッ、ギュッと、ギュッて今グイグイってやっちゃったけど、なんかしっかりくっつかねえな。これでいいんだろう。うん、なんか良さそうな気がする。今だとまあでもここだけの保持で、まあでも今触った感じ十分だな、割と悪くない感じだ。一応ちょっと保険としてここの両サイドの部分にもツーッと流しておくか。どんな感じに出るかな。ああ、こういう感じね、なるほどね。まあちょっと思ったのと違ったけど、まあやるだけやっておこう。全然ついてねえし、ツーッてなんねえな。まあいいわ。で、後ろのガラスですね、これもこんな感じでつけておこう。だけどこれの場合だと流し込みでつけちゃっても大丈夫だね。形状的にさ、こういう形状、段付きのこういう段のついたタイプになってるので、そこにね流し込みが流れるのは別に問題はないので。おっと、流し込みで流していこう。だけどこれもね、本当は姫様を使ってねちょっと入れたいところではあるんだけどね。姫様を使うと、デコプリ使うとね、割とショックの吸収剤のような感じにもなってくれるんでね、私みたいにこう外にね持ち出したりする場合っていうのには本当はやった方がいいので、ちょっとやってみましょうか。ここの4点ぐらいにつけておけば、カメラ映ってる、映ってねえね今、ごめんなさいね、ピントが合わねえよ。この4点に外から見えなくなるように、ごめんなさいね、ちょっとカメラ多分映ってないんじゃないかな。
見えなくなるところに本当はこうちょっとこうピント全然合ってね、ああ見えるね、この4点、この両4点こうねやってあげれば、本当こっちから見るとね見えてないでしょ。で結構こうね窓からこうやって中見ても見えないのよね。そうという感じになるので、まあこういう風にしておいた方がいいんじゃないかしらと思います。でよし、 OK。 で逆さまに向けているうちミラーをつけて、ルームミラーですね。車のルームミラーをそういや LED に変えたいんだけど、あんまり高光と明るいのもなとか思いながら、あれって悩むね。意外とさ電球色がさ見やすかったりとかさするから、あれ難しい。本当なんか LED に変えたら逆になんかちょっとなんだろう、暗く見えるんだけどみたいな。意外とあのやっぱり電球色がいいみたいな。だいぶ前に乗ってた車はあえて電球色にしたんだよね。ちょっと黄色っていうかオレンジっぽいようなやつにしたらさ、なんか最初白に変えたのよ。そうしたらなんかちょっと見にくくねとか思って、明るいには明るいけどなんか物が見にくいとか思って、やっぱりやめて電球色みたいな黄色っぽいやつに変えたら、おおよう見えるわみたいな感じだったんだよね。あれは意外だった。よしできた。で本当はねこのまましっかり乾かしたいんだけど、まあしょうがないか。まあでもくっついたと思うからな。だから窓ガラス拭いたりとか、やっぱりちゃんと乾かしたいからこのまま続けよう。でこいつをここにはめるんだけど、これもねあのさっき言ったみたいに、これはねこうやってはめた時に流し込みでやると、せっかく塗ったところがね接着剤で溶けてしまうんで、ここはちゃんとデコプリでつけた方がいいね。姫さんもだけどな、こうやって逆さまに向けておきたい。って感じだね。まあでもよっぽどもう大丈夫でしょう。ここのところは速乾性のねやつでくっつけてあるし、姫様もすぐに、ああちょっと保険をかけとくか。ここだけ一発車だけでつけておくと、ポロンって取れたりするとね良くないんでね、この辺とかちょっとこうねやっておくと全然違うんでね、月が。だからここの部分と、あとねできればここもやりたい。ここのギリギリのところをね狙ってつけておきましょう。もしここにねエンジンルームのパーツがね来たりすると、それだけで干渉しちゃったりとかするんでね、まあいつも同じこと言うんですけど、最悪ね剥がすことができるんで、まあいいんですけどね。要はこっちとこっちでこうね保持されるようになるから、そうするとまあ横はいらないでしょうっていう形に。特に横はねそういう干渉するっていうことがねかなり確率として高いので、よしこれで OK で、表側を向けてね、これをこうやってはめるんだよ。これ難しいんだよな。難しくはないけどめんどくさいんだよな。だけどよく考えると、この内側がこう黒く塗ってあるんで、でピチッとやって、この辺に塗っておけばいいんじゃないのかな。これも4箇所ぐらいにしておくか。いや6箇所ぐらいの方がいいか。6箇所にするか。見えなくなっちゃうので、表側だけを気にして裏側はあんまり気にしないようにして、デコプリンセスをつけておこう。これもねさっき言ったみたいに表側に結局出てきちゃったっていう風になっても拭き取ればいいんでね。だけどあんまりこうねしっかり取れるってわけではないと思うので、その奥の方までね隙間からこう、ああついちゃった、ついちゃったけどまあいいや、取れるでしょ。この真ん中ら辺こうやってやってね塗っておいて、ちょうど窓枠のところがガラスのねフロントサイドのところが、この今6箇所かこういう形をしてくれてるんで、そこに塗ってこれをかぶせるという形を取った方が
いんじゃないかしらと。でこっからこれを塗っとやっていくと、ね、ちょっとこう少しはみ出たりなんかしてもこれね、まあ分かんねえな、これぐらいだったらこれぐらいならいいわ。もしねしっかり出ちゃったって、夢中ってなっちゃったっていう風になった時には、あの綿棒でこう取っていくといいと思います。終了で時間結構余っちゃった。であとやっていくことは特になし。合体させてからやるというか、まあ窓ガラスが今この状態じゃ吹けないからな。まあできるところどんどんやっていくか。まああと少し時間でこいつをつけていこうと思います。ただこれもな、これもめんどくさいからデコプリでつけちゃうか。そうしましょう。うん、そうしよう、そうしよう。ここにちょんちょんちょんとちょんちょんちょんとつけてあげて、こう持ってえいやっと、しっかり奥までグッぬっとぬっグッイエイやってとなって、一応ね保険でねこの挟んだところにこうやって持っておいてあげればいいでしょう。 OK、 どういいんじゃない。そして私は大変なことに気づく。ワイパーない、ワイパーがない、つける穴がない。多分これ穴開けろってやつだったんだね。ここワイパー、ここのポチポチって穴開いてる、ね、目印がついてる。なんてこった。ちょっとまだ接着剤の加減があるんで、そのボロボロこぼれて接着剤にくっついたりするとね泣けてくるのでやめておこう今は。よーし、じゃあ今日はこの辺で終わっておこうかな。次回ね固まってから最後の組み立てという形になってきますので、今日のサムネはこんな感じでございます。よし、ということでね、まあ時期完成というふうになりますのでね、また見ていただけたらなと思います。ということで今日はこの辺でダンマだ。